どうも、内山美優です。今回は柏崎市にあるお仕事がいっぱいあるんですけど、今回は柏崎で小学生お仕事体験っていうのをやっていて、大人でもできるかなと思ったらこの通り体験させていただいたので、早速今日はご紹介していこうと思います。それではやっていこう。私初めて、初めてだよね。私乗ったことないよね、うん、初めてパトカーに乗ります。わあ、乗れちゃった。閉めてみよう。あ、意外とね、座り心地いいかもしれない。ふわふわ。中から開かないようになってる。え、そうなの？すげえ、これ逃げれないシステムだったんだ。マジで。え、出ない。え、これってそうなんですか？すげえ、解放された。今度運転してみようかな。邪魔します。これ元は車種何なんだろう。こっちは開くよね。そりゃそうだよね。見て見て見て、特殊な何かがついているよ。これなんだべな。これなんだろう。あ、なんか落ちちゃった、適当に。これですね。こちらに見えますのが、右手に見えますのが、アルコールでございます。意外とシンプルなんだね。音楽聴くやつがある。ナビはない。これなんだろう。これって何ですか？速度違反取り締まるときのストップメーターです。どうやって測るんですか？違反車両と同じ速度で、はい、後ろを追尾して、うんうん、それと同じ速度にして速度計測。あ、そういうことですね。同じ速度で走るとき、いわゆる 速度の計測値が出る。へー、これって何ですか？それがサイレン、赤いランプがついてる。え、4秒間鳴るってことですか？それはサイレンの周期ですね。おー、ありがとうございました。よっしゃー、脱出。今ね、子供たちに並んで順番待ってるの。私次です。これ何 cc なんだろう。どうぞどうぞ。どう、バイク乗りだって似合いますか？白バイの人はこういう感じで見えてるっぽい。これ普段のバイクと違う点ってあるんですか？いや、全く市販のバイクと一緒で、これこういうのが付いてるだけで、中身、うん、エンジンとか自体は全く市販のと一緒です。へー、書いてある。ポリス、ありがとうございました。よいしょ、かっこいい。白バイ乗れちゃいました。柏崎のラジオの FM ピッカラさんのブースお邪魔してみました。何回かね、私出させてもらってて、今日の DJ が野村さんです。お友達です。こんにちは。次、消防車、消防士になろうと思います。それぞれの感謝の気持ちを確認する必要。よろしくお願いします。はい、お願いします。あ、これガチモンのやつですよね。ガチのやつです。めっちゃ暖かい。
すっげえ重たいこれ。呼吸器を呼吸器だいぶ重いと思います。重てで胸のところに紐が、なんだこれ、待って待って、背中がめっちゃ重たい。こんなもんでいいですか。はい、それではじゃあ面体の方をつけていただけますでしょうか。ここに首掛け紐がある。これどんぐらいだろうな。スノーボード行くときに板しょってなんか2リットルの水入れてなんかいろいろなんかゾンデとかもうプローブとか絶対まんねーこれ。じゃあこれをかぶってください。よっ、はい、大丈夫ですか。止めない、止めないです。これあ、なんかでもあの密着させますね。あれだ、いや息吸って、あ、ごめんなさい、この上がまだ閉まってないです。あれ小顔だからもしかしたら上が合わないですね。開いてるんですね。息が出た、あ、今できた。あ、そう、これです、これです。今音がすごい聞こえてると思うんですけど、今、はい、それでこの呼吸器がしっかり使えている。顔大丈夫、どうですか。あれ、もっと吸気が、あ、これ、はい、後ろから出てます。で吸うことによってしっかりここから出ます。あ、すごい。たださっきみたいにこのここから空いてしまうとこういう風に、はい、機密が漏れてしまうと今みたいに出てしまうのでしっかり機密してあげて、すごい、二人がかりで取れたー、やったー。髪の毛ちょっとなしてる。やばい、めっちゃ暑いですこれ。今自衛艦体験させていただこうと思います。右手に赤旗、右手に赤旗、ここすべてカタカナで表してるので、あの書き順でいきます。あに見えますか。で足りないのはあともう一個。あになりました。こうあ、イメージわかります。わかりました。そのようにあいを全部、カタカナのこのヘッドの部分と、こ足りない、ここですね、足の部分。そうそう、右左に見えます、はい、で、肩だけで表しているので足りないのは、じゃあ右手に長いものと、次、う、はい、まず右手に持ってる足りないのと、下から上に、手前から分かって終わり。そうだ、横、手になった。お、あ、横、縦、足りないのは足りないから、こっち、そう、はい、あ、こっちだ。できたらこの輪で、それを早く後ろから、後ろから手前に通します。いい、はい、後ろから手前に通したら、今度この長い紐の後ろを通って、後ろを通ってもう一度片側に行く。そう、お、そしたらこの斜め、お散歩、正解。頭をちょっと柔軟にしよう。もう一回やってみるよ。今こうやってこうやりましたよね。はい、あれ、正解。後ろからありがとうございます。これも歯なんですか。手元で表すと歯がこうなんです。逆なんですね。こうやったら後ろ見えないから歯だけ逆になる。で、さっき入れたからそう、これで入れだ。いや、もうこれ、それで、でっていうように50音全部ある。これを覚えたら遠くでもやり取りするかも分かるんですね。あっちとこっちでやり取りが。ありがとうございました。次は高所作業車に乗らせていただきます。なんかベルト装着したので行ってきます。おー、こんなになってんだ。おー、揺れる。よいしょ、パラショット。おー、これでつけるわけですね。はい、はい、じゃあ出発します。
た景色が。まだまだ上がります。嘘。まだ上がる。わあ、手振ってくれてる。こんなに上がるんですか。まだ上がります。足がすくむ。やばい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 。折れる折れる、大丈夫、折れない。一番上です。やばい。手で落とさんでくださいね。ですよね。大丈夫ですか。しっかり握ってくださいよ。はい。うわあ、揺れる、やめて。揺れてる揺れてる揺れてる。おお、すごい景色が回転しくじしゅしゅしゅ。おお、すごい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 、なんだかすごい。おお、はい、これ外灯触ってください。電球変えたりとか。これを上から見る図なんてもう、あ、そう、一生ないかもしれない。で、戻りますよ。はい、すげー、生きて帰ってこれたって気分。すごい、照明器具つけたりとか、はい、あとはああいう電柱の上の外資っていうのとか変えたり、はい、電線を空中に飛ばしたりとか、そういう作業をしますね。おお、着いた、到着、ありがとうございました。無事に帰ってきました。怖かったけど、思ったよりあんなに高いところまでビヨーンって伸びると思わなかったんで、びっくりしました。すごい職業だ。めっちゃ面白かったです。小学生のお仕事体験として、こういういろんな施設が集まるっていうのがすごいいい機会だなって思いました。今回ね、外だけじゃなくて中にもまだまだいっぱいお仕事体験できる場所があって、もう動画では収まりきらなかったんだけど、今ね、何個かやらせてもらっただけでももうめちゃくちゃ面白かったです。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。 Twitter、Instagram いますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。関連動画や再生リストから他の動画見に行ってください。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。